今日の特集はニュースキャスターを見守ること。20年キャスターに関する細かなことならどんなことでも見逃さないというキャスターの東大森の東武さんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。東君といいますか、東さんはですね、はい、いろんな番組にね、ニュースのことで引っ張りだこですけども、はい、今日このテレビのツボで、ニュースキャスターについてやってもらうわけですけども、はい、東さんはですね、元NSC という吉本芸能学院で漫才やってまして、僕その頃から知ってるんですけども、それをまあ解散されまして、今現在芦屋のビジューダンエリという宝石屋さんに勤めてるという。はい、あの JR 芦屋駅を降りて、ホテル竹園っていうのがあるんですけれども、そこの中の2階です。はい、またあのよかったら皆さんお越しください。はい、もう営業しゃべりになってましたね。そうですね、はい、ホテルの中に入ってるってことは相当高級なものを、そうですね、単価は高いですね。はい、しかしあのテレツボを見たってあの言っていただければ、お安くはさせていただくということを、これ社長から。本当、はい、これは社長のあれです。あ、ほんまに、はい、テレビを見たっていうか、はい、はい、ですからまた大桃さんもどうぞぜひお願いします。エンゲージの方は、え、エンゲージの、まだまだなんで、いやまあ、まだね、いやいや、ちょっと縁がなく、今テレビのツボのことですから。すいません、そんな、これ失礼しました。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは行きましょう。はい、私があの一応ニュースの東大森ということで第一人者としていろいろ呼んでいただいているわけなんですけれども、なぜこうなったかというのは、あの辛い辛い子供時代のことがあったんですよね。あのニュースが好きになったもともとの理由っていうのは子供時代にあった。そうなんですね、はい、あの実はあの私どもの家庭、あの普通の中産階級なんですけれども、非常にあの母親が厳しくて、すごくあのしつけには厳しかったんですよね。それでですね、あのテレビも、カカア殿下でしたから、チャンネル権はうちの母親が握ってたんですよ。で、女性ですからドラマですよね、でドラマかニュースかだったんですよ。あ、ちゃんとあのアニメとか、あとね、もう絶対見せてもらえなかったですよ。何歳ぐらいからですか。もういや、物心ついた時からもうドラマかニュースになる。ニュースか。何歳ぐらいまで。中学校入るぐらいまでずっと。そう、そうでしたね、はい、一番テレビが話題になる時ですよ ね、 なる時ね。そうでしょう。だから僕みんな喋ってることが何言ってるか外国語聞いてるみたいでね、なんかあのボヤッキーがどうたらとか言ったらタイムボカンシリーズとかをもう全然わからないんですよ。なんでな、なんでやと、これが僕が普通やと思ってましたから。ニュースばかり見た後ドラマ見ることが普通は思ってて、ね、はい、まあ、子供ですからあの、ニュースの内容なんて、まあ、難しいですからわからないですよね、はい、だからその出てはる人のね、あの人相とか、あとあのセットとかね、ああいうのからこうずっと入っていったわけなんですよ、それでですね、僕がその、一番その最初に好きになったというきっかけを作ってくれた人がこの方です。はい、前にはい、この方が、JNN ニュースコープっていう番組がありましたけれども、はい、それのキャスターをしていた入江徳郎さん、この方個人です。これ NHK の方ですか。いや、朝日新聞の、はい、あの天星人語っていうコラムを書いていらっしゃった人でですね、はい、テレビはあんまり慣れてなかったのか知りませんけども、十何年続けてらっしゃって、はい、もう最後の方の晩年になると、あの老人性であの口が回らないんですね。あ、なるほどね。だからお年を召されて、はい、あの挨拶するでしょ、こんばんは、入江徳郎ですと。頑張ってあるじゃないですか。でもすごいんですね、はい、なんかそれだけで、うわ、このおじいちゃんはええわというのがありまして、それであとはあのですね、 VTR こうリードの部分を読んで、次 VTR 入ったらこうって読みますよね、はい、VTR 入ってないのにこうずっと読んでるんですよね、でそれをあの指示した、あの横にインカムつけたあのFD さん、 さんがね、はい、いてるでしょ、はい、あれがこうちょっと指示したんですよ、だからカーッと怒り出して、番組の途中で口論してるんですよね、人間味のある方じゃないですか。すっごいあのこの当時としては非常に珍しいキャラクターの強い方で、いやいや、あとですね、あの CM の前にあのセットの前景が映るじゃないですか、その時にこうあの横にね、大きなあのお寿司屋さんの湯飲みがあってね、それをこうずずっとね飲んで、そうです、豪快な方ですね。豪快な方です。マイクのカフもあのおろさんと席とかタンが多かったですね、これ。うんっていう。それいつぐらいからファンになった。これがね、もう僕がまあ
5つか6つぐらいの頃でしたね。5歳か6歳の子に人気あるキャスターの珍しいですね。すごいと思いましたね。いまだにこのキャラクターを破る人は出てきてないですね。出てきてないですね。まだニュースキャスターが注目される以前ですよね。そうですね。だからもっとこれは掘り下げていただきたいという。わかりました。はい、というのがあります。はい、それでですね、まあ、こういうような風にいいニュースが好きになって、まあ、一番注目したのはあの、はい、ニュース界に旋風を巻き起こした、うん、ニュースステーションなんですけれども、当然これに、よそが当たりますと、はい、他のところがこれにぶつけるわけですよね。うん、それでですね、一番失敗したのがですね、TBS なんですね。はい、今までドラマと報道の TBS ということで、はいはい、売ってたんですけども売ってました。はい、それでこのニュースステーションの方が数字を取りましたということで、はい、社長が直々に、うん、このままではいかないと、はい、ダメだと4チャンネルの4チャンネルの社長が言いました。はい、それでその夜の10時にぶつけて勝てと、はい、で現場は無理やって言ってたんですけれども、はい、なんとかやれということで、はい、そのキャスターが、誰もなりたくないんですよね。いろんな人に出しましたんですけど、やっぱクメイロさんって強い陣内がいますから、はいはい、もうどう見ても勝てないっていうのがありましてね。はいはい、それでですね、いろいろあったんですけれども、うん、結局はですねプライムタイムということで森本さんがなったんですけれども、うん、この人が記者会見の時にですね、はい、これは渦中の栗を拾う、火の中にある栗を拾うような覚悟でやりたいと。あっちっちですよね。あっちっちですよね。で結局この方は火遊びで降ろされてしまいました。こらこらうまいそんな情報、まあ、そのニュース見てるからもうそうですね、はい、なんか影響を受けてますね。分かる人と分からない人っていらっしゃると思いますよ。そうですね、こういうふうな移り変わりがあったということですね。はい、各局いろいろ時間をずらして、やってたんですけれどもね。小川さんっていう方もやってあったんですよね。これは報道特集の報道特集でペタッとした髪の毛の人でね、はい、東大の、ね、西洋哲学かなんか出てる方なんですけれども。そうなんですか。もうニュースキャスターに関してはもうほとんど知ってますから。そうですか。すごい彼は。でもとっても優秀な記者の方だって聞いてます、小川さんって。でもね、そうすごい方なんですけども、いかんせん花がないんですよね。あ、久米さんほど、君プロデューサーかそれ花がないってそれ漠然としたそう横におるコメンテーターも面白いんですよ、キャラクター面白いんですけども、はい、花がないそれ番組自体が暗いんですよ。なるほどね。これじゃ勝てないですよね。あとこのようになったんですけれどもね、うん、あとこのあそうですね、今日の出来事はずっと以前こう静観を続けてましたね。はい、途中小林看護さんとかが出ていらっしゃいましたけども、はい、はい、ということでこれがニュースステーションに、やっつけろと、ということだったんですけれども、はい、その次ですね、依然強い状態が続きました。はい、そうですね。そして現在に至ってるんですね。はい、現在の各局の夜のニュースの顔です。はい、4チャンネル筑紫哲也ニュース23、はい、タイプを分けてみますと、まあ、この人はまあジャーナリスト、朝日新聞出身で朝日ジャーナルの編集長もやりましたね。はい、ファン層としては硬派なおじさん、うん、かなりマニアックな、あと学生とかね、はい、あと今女子大生にも結構ダンディーだとかとか言って、はい、あ結構載ってましたよね、はい、それね、はい、割と色も居心地と思います。はい、サザンオールスターズのコンサートとかにもう積極的に足を運んだりとか、そういうようなことをしはるというね。そうです、すごい、はい、まあ人ですよね。積極的な方ですけども、はい、そして、まあ、ニュースステーション、まあ、この人は僕が分類するには、まあ、素晴らしいエンターテイナーだなー、はい、はい、この人はそのテレビの今まで報道っていうことをもう変えちゃいましたからね。この方は歴史に残る方でしょうね。ただジャーナリストじゃなくてエンターテイナーということで残ると思います。はい、ファン層は主婦です。そして、ニュースコミ木村太郎さん、これ司会者って書いてますけど、ただのダジャレおじさんと言った方がいいと思います。あ、そうですか。はい、はい、ダジャレを期待している人じゃあ最後だけ視聴率がいいのかしら。そうですね、多分その視聴率が上がったとしても、多分そのプロ野球ニュースの順番でチャンネルを回した人じゃないですかね。はい、次、今日の出来事、これはすごい古い番組ですから、昭和30年代からもありましたね。はい、高級クラブのママそれこれちょっと待って、これ全体的なんですよ。はい、高級クラブのママだって、この人の髪の毛ってそうしか思えないじゃないですか。桜井さん、どこでカットしてるのかなっていうのを僕知りたいな。私知ってます。いや、それ後で教えてください。あ、分かりました。いや別にそうです、ね、スプレッシャー振ってるでしょうね。はい、多分シトカンは使うと思うんですけども、はい、仕事に疲れたサラリーマンがね、
のではないでしょうか。ママに優しく教えてもらうって感じでしょうか。はい、例えばですね、それでですね、まあ、このそれぞれのキャラがあって、いろいろそのコメントの仕方がいろいろあると思うんですけれども、うん、これを一応例を作ってみました。はい、金さん銀さん、生まれて初めての松茸に舌鼓、うん、ということでですね、筑紫哲也の場合はこういうコメントをするという、はいはい、触れないだろう、あ、こういうことには触れない、なるほど、多分あのヘッドラインニュースかなんかで軽く触るぐらいだと思います。ヘッドラインニュースで、はい、そしてですね、はい、次ははい、高級クラブのママです。はい、金さん銀さん本当に美味しそうで良かったですね。独特の声ですね、はい、この人アナウンサー出身じゃないんですけれども、はいはい、記者出身ですか。記者出身なんですけども、うん、あの声はすごいと思います。素晴らしい。ニュースの内容を見る前に僕寝ちゃうんですけどもね、はい、そしてですね、はいはい、エンターテイナーの久米さんなら長生きすればいいことあるってことですね。はい、えっちゃん次のニュース。なるほど、この皮肉な、別に皮肉ることはないんですけど、なんかこう皮肉な顔で多分言うでしょうねこの人は。ほんでまたまとめるのがうまい、上手でしょう。だから5秒で締めてくださいって5秒のコメントがうまい、きっちりね、きっちり、すごいうまいと思う、すごいと思いますね。なんでこの引き出しがあるのかなっていうのね、すごいですけども、はい、すごいと思います、はい、そしてですね、この、はい、ニュースカムの木村さん、この方は、はい、はい、NHK の NC9 ニュースセンター9時で、はい、この人の番組で、あのアメダスってあるでしょう、はい、あれを開発したのもこの人の番組なんですよ。そういういろいろ素晴らしいね、あのジャーナリストだったんですけれども、多分こういうでしょうね、金さん銀さん101歳、マッタケだけに101年間マッタケがありました。なるほど、うん、青島達也もですね、はい、長谷部真理子も話し替えにすると思います。立って帰ったりね、はいはいはい、それであのカーペンターズがスーッとねカーペンターズ、はい、かかるんですよね。はい、はい、こういうことで、まあ、いろいろ、まあ、こういう違いですね、自分の好みに合わせてそこから入っていかれたら、あのニュース毛嫌いの方でも、なるほど、僕らの、ね、はい、ニュース見るときにね、そのニュースとかそういう専門用語とか聞くとね、うっとくるとこあるんですよ。そうですよね、キャスターから入っていくね。そう、キャスターから入っていくんですよ。なるほど、はい、はい、これでどうしてもですね、はい、毛嫌いすると、ニュースなんか見たくないという方に私おすすめしたいと思います。はい、スーパーニュース無敵、はい、これはこういう番組があったらなということで、私、はい、無敵のスーパーニュースですね。そうですね、はい、こんな番組あったら、はい、はい、これでですね、メインはですね、はい、松平さん、はい、はい、トラブルを起こして NHK、晴れ舞台を去っていますけれども、はい、もう一度民放に来て晴れ舞台を見てみませんかということで、サブは高井美希。何でしょう、理由は。好きだから。おい、この手の顔好きなんですよ僕。あ、なるほどね。高井さんは結婚されましたけどもね、なんかでもね、はい、ちゃっちゃとしてテキパキしてるでしょ、はい、そしてですね、中継担当若林正人、おしゃべりだから、おしゃべり、はい、この人のもう夜桜中継をもう一度見てみたいと思います。はい、はい、そしてですね、スポーツ、隅純一&坂東英二、坂東さん、はい、好き勝手に宇田を言うからこれ本当に面白いんですよ、あの夜中にね、あの、はい、ナイターの録画をやってる時なんかすごくいいと思います。はい、はい、それでですね、その次がお天気、はい、これは CW ニコルさんと立松和平さん、はい、はいはい、理由はこれ超自然派だから。なるほど、これはあのこれから環境問題っていうのは非常に重要なことになってきますので、うん、一番あの身近な分野はお天気ですから、うん、こういう人たちに解説をしてもらいたいと思います。CW ニコルさんね、はい、はい、それでですね、僕のそのスーパーニュース無敵には、うん、新コーナー、うん、夜のコラム、はい、木村太郎が話してで、うん、桜井涼子が聞き手になります。濃いですね。セットは新地のクラブ風この人がママですね、はい、ママされるんですよね、はい、そしてですね、この人のその記者生活のうんちくとか、はい、ダジャレをね、はい、よしよしという感じで聞いてもらうと、ダジャレにも笑ってね、笑って、面白くないんですよ、はい、面白くないんですけれども笑うんですね、この人は人がいいですから、はい、はい、そういうふうな番組をすると、うん、20% は取れるんではないかと。なるほど、はい、ね、ニュース嫌いというか、ニュースをねちょっとあの、うん、見ようと思ってもなんか難しいんちゃうかとか思う方はこう、ニュースキャスターから入っていくという、そうですね、本当にこれね、よく分類してくれてますよね。こうやって簡単なようで結構これってね、はい、分かりやすいですよ。だから自分は今一体どこなのかっていうのをここのねファン層のところを見て、はい、まあお笑い好きな方はこのまずはあっちゃんから入っていくとか、ね、週の方はニュースステーション見るとか、はい、仕事に疲れた方はね
サラリーマンの方はもう、ね、10チャンネルの櫻井さんを見ていただくか、はい、そうですね、はい、そんなわけでございまして、はい、今日はですね、はい、東さんに来ていただきましていろいろとニュースをお伺いしました、うん、どうもありがとうございました、はい。